2024年10月17日、神奈川県横浜市の景色が一変した瞬間を目撃した。平和の象徴であるべき港が、一時的に、戦闘の前線を思わせる光景に変わりました。高速フェリー、なっちゃんワールドが、青森と函館を結ぶカラフルな船体で知られるこの船は、今や、陸上自衛隊の重装備を乗せ、横浜ノースドックに接岸しました。装甲車や自衛隊員が次々と降り立つ様子は、通常の市民生活からは、想像もつかないシュールな光景でした。これは、ただの輸送任務ではなく、迫り来る国際的な軍事演習、キーン・ソード25への準備の一環であり、日本の防衛戦略における重要な一歩を示しています。2024年10月17日、神奈川県横浜市の在日アメリカ軍が使用している横浜港の瑞穂ふ頭の横浜ノースドックに、高速フェリーであるなっちゃんワールドが入港、その様子の一部が報道された。今回、横浜ノースドックに接岸した高速フェリーであるなっちゃんワールドは、大分港を出て、およそ1日でそこに到着し、積載し輸送してきた陸上自衛隊員とその装備を陸上へと下ろす役割を担った。なっちゃんワールドには、陸上自衛隊の隊員およそ200名、装甲車などおよそ70両を輸送し、これらの部隊は、各々が事前に決めれた演習に参加するべく、その演習地である御殿場や東富士演習場に、へと移動を行った。報道に使用された写真には、横浜ノースドックに接岸したなっちゃんワールドから、積み込まれていた陸上自衛隊の装甲車などが自走して陸揚げされている様子等が収められており、少しシュールな絵面でもある。というのも、もともと民間の高速フェリーとして、青森港と函館港を結ぶ青函航路で運航されていたなっちゃんワールドは、その名称とともに、船体側面にはカラフルな鳥などがペイントされているためである。こうした外観のなっちゃんワールドから、陸上自衛隊の迷彩服を着た隊員や、装甲車などの戦闘車両が陸揚げされる光景は、初めて目にした方は、なかなかにインパクトがある絵面だと感じられたことだろう。ただし、なっちゃんワールドの自衛隊による利用は今回が初めてというわけではなく、直近では、鹿児島県奄美市の名瀬港において、陸上自衛隊員およそ150名と各種の車両およそ60台を同様に輸送している。これら一連のなっちゃんワールドによる陸上自衛隊関連の隊員装備の輸送は2024年9月2日から11月下旬までに日本各地で行われている同隊の演習や10月23日から11月1日までの期間に行われる予定の日米での合同軍事演習キーン・ソード25に向けたものだ。ことに日米合同での軍事演習であるキーン・ソード25は陸、海、空の領域にまたがる各種の対処や輸送等を包括的に行う、日本の国内で開催される軍事演習の中では、最大級の規模を誇るものとなっている。今回のキーン・ソード25では、鹿児島県の奄美大島と徳之島をメインとして、これに、喜界島や沖永良部島を加えた地域で合同軍事演習を敢行し、各地の自衛隊施設はもちろん、特定利用空港の徳之島空港、特定利用港湾である名瀬港、和泊港なども使用する。統合幕僚監部の事前の説明によれば、徳之島空港には、日米双方の輸送機、オスプレイが入り、また、奄美大島や徳之島には、F-15 イーグルや無人偵察機、アメリカ軍の M142 高機動ロケット砲システムハイマースを用いた演習も実施予定とされている。こうした2024年の陸上自衛隊演習や、日米合同での軍事演習、キーン・ソード25の実施は、南シナ海、東シナ海、西太平洋などへの軍事的な圧力を強めている中国に対し、日米の抑止力を誇示することが基とされたものと言えよう。こうした一連の中国の軍事的な圧力に対抗する方策の一つとして、冒頭に挙げたように高速フェリーであるなっちゃんワールドの活用が行われており、南西諸島防衛に向けた海上輸送能力の強化を図る意味合いがある。なっちゃんワールドは、船舶としての使用は、総トン数が 17,12 トン、全長は 112.0 メートル、全幅が
30.5 メートルほどの規模を持つ大型の双胴方式の高速フェリーであり、2008年4月の就航後、2008年5月まで津軽海峡の民間フェリーとして運航されていた。このなっちゃんワールドは、機関部にはディーゼルエンジンを4機搭載し、ウォータージェット推進で最大約36ノットの高速力を発揮し、旅客なら508名、8M 規模のトラックなら50台、乗用車なら110台を収容するキャパシティを持つ。しかし、なっちゃんワールドの高速フェリーとしての民間での運用は、2008年11月には、採算の悪化によって、定期便の運航が中止され、翌2009年から2012年までは、夏季の繁忙期のみの限定された運航で使用される形となった。そうした状況下、なっちゃんワールドの膨大な輸送能力を生かす道が模索された結果、2016年2月に高速マリントランスポート株式会社が設立され、翌3月に、同船を同社が保有する形態に移行した。この高速マリントランスポート株式会社とは、防衛省が行う民間船舶の運航管理事業 BFI 事業の実施のために設立された企業で、なっちゃんワールドに加え、もう一隻のワクオーという二隻の高速フェリーを保有している。高速マリントランスポート株式会社は、このなっちゃんワールドとワクオーの高速フェリーを用いて、自衛隊及び在日アメリカ軍が行う軍事演習や災害時の派遣に伴う輸送業務を請け負うことを、主な業務としている。また、場合によっては、それらを用いた一般顧客向けのクルーズ運航なども行うことも想定されており、なっちゃんワールドは、北海道の函館港、ワクオーは、兵庫県の相生港を母港として運用されている。もともと、2014年の時点で、防衛省は、当時は新日本海フェリー社が保有していたワクオーと、津軽海峡フェリー社が保有していたなっちゃんワールドを有事には借り上げる対応を行うこととしていた。しかし、この時点であくまで民間船であった、ワクオーとなっちゃんワールドは、その乗組員は、全日本海員組合の傘下にあり、同組合は、軍事演習や災害派遣時には、必要な輸送協力を行うが、実際の戦時には行えないとの見解に転じた。これを受け、防衛省側は、有事における輸送を民間企業に委ねる形が取れなくなり、自前で設立した高速マリントランスポート株式会社に両船を譲り受けて活用する方向へと転換、現在に至っている。こうして、いわば、自前で海上輸送能力の拡張に尽力してきた防衛省だが、さらに、来年2025年3月を目途に、広島県の5地区を拠点とした新たな部隊、自衛隊海上輸送群、仮称を創設することを打ち出している。自衛隊海上輸送群、仮称の創設の目的は、南西諸島方面への中国の軍事的圧力の増大を踏まえ、それらの島々への軍事侵攻が行われる可能性を鑑みて、その防衛及び反撃に用いる部隊とその装備の輸送能力を確保する点にある。この自衛隊海上輸送群、仮称という部隊は、現行の陸、海、空の3自衛隊の垣根を越えた統合作戦司令部自他が直轄する統合部隊と召され、まず、2024年度内に、隊員およそ100名と3500トン級の中型輸送船及び2400級の小型輸送船を各一隻で構成する予定だ。以後は2027年度を目途に、さらに3500トン級の中型輸送船及び2400級の小型輸送船を追加で各2隻、これらに機動力に秀でた専用の集艇を4隻加える方向で順次体制を拡大していくものと解釈されている。この機動力に秀でた専用の集艇についてはすでに寄港されており、この2024年10月末には命名と進水を行う式典が行われる予定となっており、この式典の執行は陸上自衛隊の中部方面総監が担うと公表されている。したがって自衛隊海上輸送群仮称は、前述したように現行の陸、海、空の3自衛隊の垣根を越えた統合部隊とはいうものの、実質的には陸上自衛隊が中心となって運用されるものと推察されている。陸上自衛隊には当初防衛を基とした部隊である水陸機動団が設置されているため、この運用をスムーズに行う意図からも、
そうした対応となったものと個人的には思え、南西諸島防衛の強化の実践を目指すものとなるのだろう。地域安全保障における日米同盟の実効性を高めるとともに、中国の軍事的圧力に対する抑止力を示す目的があります。なっちゃんワールドの使用は、その高速性と弾药量を生かし、迅速な兵力の展開を可能にします。この船は、もともと民間のフェリーとして使用されていたものを、防衛省が管理する高速マリントランスポート株式会社が運用しており、緊急時だけでなく平時にも、災害派遣や軍事演習への支援を行っています。このような軍民融合の取り組みは、日本の防衛戦略において、新たな展開を見せており、将来的には、自衛隊海上輸送軍の創設に向けた、さらなる計画が進行中です。この動きは、地政学的な緊張が高まるアジア太平洋地域において、日本の自衛隊が、いかに、迅速かつ効果的に対応できるかの能力を示すものとなっています。